国現地の人が通うグルメ人気店に行きたい？韓国人の間で何が流行りか知りたいの？ハズレがない韓国のグルメカフェ巡り、現地韓国人ピヨコの最新グルメレポート始めます。皆さんこんにちは、ピヨコです。はい、今日はですね、地下鉄5号線 の、 あの金浦空港あたりのパルサン駅にやってきました。この辺りのすごく美味しいあのサムゲッタンの店に連れて行きたいなと思って、もう実は前回はね、前回って言ってももう 2、3年前に実は紹介した覚えがありますけど、その時に私のチャンネルの登録者数が20人ぐらいしかあのいらっしゃらなかったのであんまり ほぼあの見られてないあの今回改めてあの紹介していきたいと思います。 もともと何ここのうるさいわ、もう歌うな、もうやめて、はい、静かになりましたこの、 あの地元の人がすごくたくさん集まるところなので、まあ、もちろんあの中途半端な時間に来たので、そんな並ばなくてもいいと思いますが、はい、一緒に行ってみましょう。地元の住民の間で人気のパルサンサムゲッタンに行きます。地下鉄5号線パルサン駅6番の出口から徒歩3分です。パルサン駅から出て、あの金浦空港の方向ですよ。パルサン駅の6番の出口に出てきます。そうすると、この立っているおじさんがいます。で、左側にこのダイソが見えて、そのまま直進してくださいね。ずっと行くと、このかっこいいお兄さんたち2人も見えてきてね。はい、この道をずっと歩きます。ここもよくあの自転車走るので、気をつけてくださいね。はっはっはー。あー、またワンちゃん来るー。かわいい。너무귀엽다고유뭐바로한끼어미르키토전문점だって가出てきて、はい、この赤い車が出てきます。すぐ行って、ここ見えますか、この茶色の屋根のところ。はい、到着しました。まず入ってみましょう。よく来ました。안녕하세요조명이야누구세요、네、아반갑습니다이거마스크다는주머니고요、네、제가안내해드릴게요저쪽에두분이에요가지마지금한가거든요넓을때괜찮으시죠아 네, 네안녕하세요사장님바꿔서힘들어요안녕하세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 요と一番、はい、定番はこれだと思うんですけど、パルサンサムゲッタンで1700円で若干高めですよね。でも高めであってもすごく人気があります。ここ地元の住民みんなここに来る感じ。これをなんと2200円もする。どっちにしようかな。いや、私は定番のこっちにしようかなと思います。普通のサムゲッタンいくらって1200円くらいかな。주문뭘로드릴까요이거발산삼계탕이거발산삼계탕주세요네おかず出てきました。おかずはね、このキムチめちゃくちゃ美味しそうに見えません？唐辛子の漬物とガッテギ、これは何、ニンニクかな、あと塩もこうやって持ってきました。ここはあの骨箱みたいな、ここに骨を入れます。めちゃくちゃ早い。さあ、みだ。まあ、めちゃくちゃ早いです。今座った途端、安全方へ、지금몇分걸렸지？한5分、5分안걸렸지？は、若干こってり感のあるサムゲッタンっていう感じです。このスープ見て、結構濃厚な感じがしますよね。では、解体式やってみましょうか。それでは、解体式、スタートです。うわ、見るとこの中に、お腹の中にね、こうもち米の見えますか？はい、おかゆ入っています。全部もち米です。美味しそうやな。この栗とかも入ってあって、これがとても美味しいです。あ、いごタリマンな、あ、タリグな、あ、すごい、見てお肉しっかりと入ってますね。
なんだっけ日本語で胸肉だったっけ。胸肉好き？私はこの胸肉よりはこれが好き。じゃあどうしよう。あ、まずは塩をかけよう。あ、胡椒？あ、胡椒をかけます。はい、これぐらいかけました。私たくさんかけるの大好きなので。足はついてあるのかな。スープ飲んでみよう。あ、若干ついてるのかな。それでも私やっぱり何塩辛い方が少し好きなので、こちらの塩をかけていきます。これぐらいかけようかな。やっぱり私ここ好きなのが濃厚で深みのあるスープの味が大好きです。一番最初に食べるべきなの何ですか。また鼻穴がめっちゃ広くなってきた。いただきます。うん、うまい。あ、おいしい。うまっ。骨がすぐこう取れるぐらい、すごい長い時間じっくりと煮込んだ感じ。このおかゆに食べてみましょう。このおかゆにこのキムチを乗っけて。私はいつもこう並ぶのめんどくさいから、今3時半から4時ぐらいにいつも出没するので並ばなかったんですけど、土曜日の12時なんかは並ばなきゃいけなくて、駐車もすごく難しくて。はい、ごちそうさまでした。店内はこういう感じで、向こうも広い感じになっていて、1階もあるらしいです。塩とか売ってる。ここで作ってる塩っぽいですね。ニンニクの、あ、ニンニクじゃないわ。ニンジンのお酒も作ってこう売ってます。なんかこう帰りのこうコーヒーマシンもあった。コーヒーは他のところに行って飲むことにしましょうね。ここはね、あの住宅街なのでほぼ。で、住民はい。こう、果物屋さんとか、スーパーとかありますよ。こっちから、こう、向こうにはかけて、ここはもう全部住宅街みたいな。で、向こうに行くとね、あの、マゴックなんですよ。ここから、あの、左方向に行くと、マゴックなので、そこはオフィス街となっています。インスタ映えのデザートカフェに行きます。パルザン一期、9番の出口から歩いて10分です。お腹の消化も兼ねて歩きにはちょうどいい距離です。あ、前に行ったところあるんじゃん。ここその隣のブエンディアっていうカフェに入ります。オープン、タンキーセヨー。あ、めちゃくちゃかわいい。何食べようかな。もうこれなんかめちゃくちゃかわいくないですか。これチョコ、マカダミアって感じかな。あ、これじゃなくて、これにしたい。これめちゃくちゃ可愛い。これにします。食べるのもったいない。あ、これも可愛い。羊かな。ケーキもあります。あ、あれ上のものにしようかな。ビクトリアケーキにしようかな。もちろんこっちも欲しいけど、上の方がもっと派手って感じじゃないですか。上のものにしよう。いや、ケーキ하나랑요。이거맛있겠다。フエンナって。이거움직이는거야。あ、아까맛있어보이는거있었는데。フエンナって먹어야겠다。ろうそくめちゃくちゃ可愛くないですか。あ、可愛い。はい、あの、こちらの店長さんが直接、私のブエンディアコーヒーを作ってくれてます。そこまで広くはないけど落ち着いた感じの。おお、めっちゃいっぱいだ。このクッキーも、クッキー一つ頼んでもこうやってかわいいプレートに、はい、してくれました。このケーキももう可愛くて美味しそう。この下にわざとこれかけてくれたのかな。もう三段ケーキみたいな感じですね。いちごの季節ですから。うわ、もう直接ここで作ったような感覚が強いですね。はい、こんな感じです。
かわいい。これが私が頼んだブエンディアコーヒーだったっけ、ここのシグネチャーのコーヒー。こう若干こう焼けた感じのクリームを、このクリームを砕けて飲んでくださいって言われたので、わ硬い、ちょっと待って、あ、こんな感じかな。うわ、이거화장이왜이래나어제그밤에사아니몰라그냥몰라아니오늘되게진짜내가오나완전시소목을あの下はもう苦味のあるコーヒーの原液みたいな感じで、上は、はい、あのクリームベースですから、あ、甘苦い感じで、そのバランスがね、美味しい。写真似てる？私はトーマスだからね。はい、ということで、はい、今日はちょっと雨上がりの日でしたが、今回はここで退勤をさせていただきたいと思います。これからもあの韓国 のいろんな、はい、美味しいところや、はい、雰囲気のいいカフェの紹介していきたいと思いますので、はい、これからもよろしくお願いいたします。今回の動画が面白かったらいいねと登録のボタンを押してくださいますと、私にとって大きな力となります。はい、アラームの設定もよろしくお願いします。はい、それでは皆さん、はい、またね、止まんなよ。あ、ぶつかりそうだった。